イデソン選手もね、もうなんかプレーオフモードでしたよね。あ、なるほど、はい、もうものすごいプレーオフモードだったなっていう印象がありましたね。イデソンは今シーズン全試合、そして注目選手にも挙げました、こちらが斉藤匠です。怪我もありましたが復帰をしてきましたティム・ソアです。スラが来た、スラのスリー、これブロックがあったか、アウトレット、ダンク。ここは速いボールの展開があります長東から斉藤だ、斉藤だ、はい、でちょっと3チームといって上の方が枚数多いようなディフェンスのシステムを取った最高だと見たら、ここ前に人がいる、ガードラーがいた、スラが来た、スラが来た、シュートに近づいてくる、そういうことですね、はい、最初はあのエアボールでしたからね、はい、うわ来た、これが最高匠です。なのできっかけ作りにもなかなかさせてもらえてないっていうのが両チーム今ディフェンスの強度すごいいいですよね。オーガスト新ムーブ、はい、押し込んだ、これもちょっとしたシザースプレーと言ってました、すごいブロック出ましたよ、エサボンのブロックをした、走る中に通した、これも、はい、パスになる、エンドワン、これもそうですよね、ここですね、名古屋としてはここですね、押し込む、斉藤はインサイド入ってくる、ショットクロックが10秒切ってます、斉藤のフェイダウェイ、うわーっとこれ決めるか、レイパークジュニア、外エサポン、間割ってくる、タイムアウト、さばくか三河、ガードナーのところはエサポンが手を出す、ショットクロックがない、5秒4秒3秒、ガードナーフェイダウェイ、タッチショット、うわよく決めた、さすがです、このハイポストですよね、ソアレスが入ってきて、ソアレス発揮します、はい、なのでここで持たせてガードナー選手がゴールキーパーでいるので、はい、コーナー走ったら使いましたね、残り30秒、中東のアタック決めてる、長野のスピード、西田のスリーは打たせない、中東のディフェンス、外に振ったイデソンが、中野オーガストもいるが1人で行く、決め切った、十分チャンスがある三河、誰にファウルするか、